秋田賢治は、兵庫県出身の経営者、無添加住宅の開発者。1959年兵庫県西宮市生まれ、節南大学工学部建築学科卒業後、ハウスメーカー、不動産会社の営業式を経て、実家の公務店を引き継ぐ。学生の頃から探求してきた自然科学の知識を活かして、2000年にシックハウス症候群などの原因となる有害な、 化学物質を使わない無添加住宅を開発。翌2001年に株式会社無添加住宅設立。自然と共存する家を基本に誰もが健康に暮らせる住まいづくりを実践している。自然科学の視点から見た健康な住まいづくりについて全国各地で講演活動も展開。1959年、兵庫県西宮市に生まれた秋田は、 生後1年ほど体が麻痺した状態で育ち、小学校低学年の頃にはストレスで、室温症になったことがある。大学時代に、長期の休みを利用して、ランの原種を探しに、世界中を放浪。中米のグアテマラで、インディオのおじさんの家に泊めてもらい自給自足の、合理的な暮らしを経験。最初の海外はスリランカ。旅行会社の人に、今までで最年少の一人旅です。 と驚かれる。株式会、無添加住宅を中心として、自ら開発した無添加住宅を全国の工務店と提携して展開。2004年にニュースステーションにて全国で無添加住宅のことが放映されたことをきっかけに、それまで工務店経営と無添加住宅のオリジナル建材の販売の両方を展開していたが、建材販売のみに移行ありがとうございます。